い、皆さんこんにちは、アギワディンです。今ですね、苫小牧の駅を降りたところです。これからですね、シャトルバスに乗ってフェリー乗り場まで行きたいんですが、駅員さんに聞いたところ、シャトルバスあるかなというちょっと意味深なコメントをいただきましたので、今探して歩いております。無事見つかるでしょうか。見つからないとちょっと急ぎ目に行かなくちゃいけないんですけど、なんて言っても僕が北海道来ちゃったもんで、これから乗船早くしないと間に合わなくて船出ちゃうぞぐらいの勢いです。どこだろう。でもなさそうですよね。ちょっとね、ありました。ということでちょっと乗り込んで、これからちょっと向かっていきたいと思います。もう発車するんだ、はい、ちょうど発車です。これから向かいます。フェリー乗り場に着きました。ここからですね、フェリーがどこに止まっているのかというのと、それから乗船の手続きをしなければいけません。では乗船の手続きに向かってみたいと思います。フェリー楽しみ。ちょっとね、現物見たいんですけど、今ね、建物があって見えないんですよ。見えない。興味津々でございます。ただいま乗船手続き中でございます。こちらが搭乗券です。まだ船見てみません。やってまいりました。乗船のところに来たんですけど、船が止まってます。ほら、でっけーの、でっけーの。これが何でも200メートルぐらいあるそうで、これからの船旅かなり楽しそうですね。それではですね、2階からなんか乗るみたいなので、早速乗り込んでみたいと思います。